ユナイテッド航空4 0九便墜落事故は、アメリカ合衆国の航空会社である、ユナイテッド航空所属の DC-4 が、ロッキー山脈に激突した、航空事故である。1955年10月6日、4 0九便は、ニューヨークからサンフランシスコまでを飛行する、大陸横断便であり、途中経由地であるデンバーから、ソルトレークシティまで飛行するため午前6時33分。 出発した。409便として運行されていたダグラス DC-4 は予定航路を西へ3 0トルも逸脱し、現地時間午前7時25分頃にダラミーから西へ5 0トル離れたワイオミング州センテニアル郊外にあるメディソン山の山頂近くに衝突した。この事故で乗客十三名、乗員三名の全員が犠牲になった。事故発生後、 ワイオミング州空軍は2機の飛行機を急走した。うち1機が山肌に激突しがけ下に転がり落ちていた残骸を発見した。事故原因として事故機が帝国よりも83分も遅れており、その遅れを取り戻すためにフライトプランの航空路よりもショートカットしようとしたとの憶測もあった。また、旅客機が異常に低い待機速度を示していたため、 衝突直前に上昇を試みていたと見られていた。そのためいくつかの原因が指摘されたが、確定されなかった。なお、機体及び搭乗者の遺体の収容作業は10月11日に終了した。しかし多くの残骸が収容不能の山岳部に残されていたため、ユナイテッド航空は残骸を完全に破壊することを軍に要請し、残骸はナッパーム弾で破壊された。 しかし、現地には409便の小さい残骸がまだ存在しているという。この事故の後、民間航空路線の安全のために完成レーダーの福域を拡大するための予算措置が決定された。ありがとうございます。